はい、どうもタイガです。お疲れ様です。今回はですね、特別ゲストっていうの、まあ、今回コラボですね。はい、大人気 YouTuber ジェイミーさんに来てもらってます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ジェイミーです。はい、声がね似てるって言われてるんでね、どっちが喋ってるかちょっと分かんない方もいらっしゃるかもしれませんが、そこはね、ね、ジェイミーさんの視聴者なら、もしくはねタイガの視聴者になるならば感じ取ってください。お願いします。そうですね、よく言われるんだよね本当に。はい、よく言われるんですよ。何なんですかね、喋り方なんですかね。いや、なんか特に早口になった時に声が似てるって言われる、ね、単純に声が似てるんですね。かもしれない。よし、そしたらじゃあね、今回の、コラボせっかくしてるんで、はい、まあ自分個人のね動画でもまあたまにやるんですけど、今回はせっかくジミーさん来ていただいてるんで、上位ランカー2人で現環境の大型ランキング作ってみた、やっていきたいと思います。イエーイ。というわけでお願いします。はい、今回ですね、もう前もって、それぞれですね、ランキング10位までのキャラを選出しております。はい、そうですね、大型ランキングそれぞれがですね考えた、ソロ&マルチで混合で考えて構わないと。でそれを考えた上での大型ランキング10位までを、選出しております。というわけで早速ですね、じゃあまず自分からやっていきますね。で上からやっていきます、はい、まあ自分からっていうか一回同時にボンといきましょうか。じゃあ同時に、うん、はい、こちらです。まず自分の方がですね、まあ、10位からいきますね、ゼウス、ゴレ、ミノガノーム、ブルガキメラ、クイーンビー、レドラ、ブルドラ、ポセイドンとなってます、はい、で対するジミーさんは10位からヒドラ、リリス、バルガノーム、ポセイドン、キメラ、ブルドラ、ブルガ、クイーンビー、レドラですね。はい、はい、まあ、ここまで見てね気づいた方いらっしゃると思うんですけど、まあ、正直ですねこれ7位まで全部同じなんですよ、出てるキャラが。そうですね、まあまあまあ、ここはもう鉄板っすよね。まず間違いなくここはもう譲れないぐらい強いかなと思ってて、うん、そうだね、はい、この7、まあ、上位7位がまあ本当にそれこそゴッドセブンと言っていいんだろうか、今の環境での、うん、まあ7強ですよね、要は大型で言えば、うん、はい、そうだね、こいつらが強い。でまあその人たちは本当にお好みかなとは思ってるんですけど、まあ、うん、別にバルガもリリースもヒュドラも強いと思ってるし、まあ、ミノワゴリアゼウスもそれだね、あの役割は持ってるし、うん、まあ別に悪くないかなと。なので別にこの7位以下が弱いわけでも、まあ、10位以降が弱いわけでもないんですが、まあ一部どうしてもきついキャラは、まあ、いるかもしれないけど。そうだね、はい、まあ、その中 ですね、今回この選んだ、まあ、理由を軽く説明できたらいいかなと思いまして、うん、はい、まあ、でジミーさんの8、9、10ら辺はどういう意図で選んだんでしょうか。まあ、バルガはねやっぱね、はい、あの対空いない時にめちゃめちゃきついじゃん結局、まあ、積みっすからね正直言ってしまえば、うん、はい、本当に積むっていう状況を作りやすいっていうのと、まあ、足キャラ引いた時にとりあえずはめちゃくちゃ強い、まあ間違いないですね。バトルバルとは大違いだから。そうそうそう。ブルガとかに関してもさ、結局正面で当てた場合でも、はい、まあ、後ろに例えば、まあ、剣士なりスライムなり置いてやれば、まあ、勝てるじゃん結局は。そうですね、渦潮さえ避けれれば問題ないですね、うん、まあ、とにかくやっぱ使いやすいよね。あ、確かに、サブ引きでもいいし、まあ、普通に固定にしても強いし、あとは最近そのバルが下手ってみんな思っていて、まあ、対空を持ってこないんですよね、うんうん、それはあるね、そこでも刺さってるかもしれない、まあ、今期ちょっとキャラ強 B でバルがやってるからまた対空戻ってくるかもしれないですけど、うん、まあだとしてもある程度は全然活躍できるかなと。そう、全然順位に入れる、あの実力、まあ対空なければ詰ませられる、うん、シャッフルを許容させられる、まあ、バルが裏だったら見えないし、うん、強いですね。強いですね。で9位10位は、まあ、それぞれ、まあ、リリースに関しては、まあ、あの結構結局刺さりにくい環境ではあると思うんですけど、はい、まあ、例えばレドラに対してとかでも、まあ、クイーンビーはちょっと厳しいかもしれないけど、うん、まあ、あとはまあブルドラとかブルドラガールズ、うん、まあ、キメラに対してとかは結局一方的に殴れる位置があるじゃないですか。そうですね、うん、射程とあと当てる位置さえしっかりしてればもう一方的にやれるっていうので、まあ、正直ねリーダーはめちゃくちゃ強いと思って、リリースは、あ、ステータスちゃんとありますもんね、うん、リーダーだったら。そうそう、サブ引きに関してはまあそんなにかなっていう感じはあるんだけど、まあ、やっぱリーダーがすごい強いからまあ9位に入ってくるかなっていうのと、うん、あとこれからの伸びしろに期待っていう感じ、環境変わってっていう感じだね。伸びしろですね、うん、伸びしろありますね、リリースは、はい、リリースさん。で10位、うん、ヒュドラ。ヒュドラはね正直自分ずっと固定で使ってるんですよ。おー、最近もうあのチビブルのキャラ強グランプリとかやってた時も、あ、それは見ました、はい、そうそう、ずっと裏ヒドラでやってて、まあ、それ以外の時も今回のハンディキャップだからちょっと違うのでやってるんですけど、うん、まあ、そうじゃない時は裏ヒドラ表はブルドラでやろうかなみたいな、おー、なるほど、いうぐらいヒドラを溺愛してて、はい、かつこいつの強いところって、まあ、対空持ちの中型と合わせてめちゃくちゃ強いんですよ。なるほど、チビブルしかり、あとリョートンとかもあの裏ヒドラで、あと表タートルキャノンでやったりとかしてて、ほんとね時間を稼ぎやすいっていうのがあといいね。あと迎撃のその対空持ちのダウンブルーチビブルとか、あとタートルキャノンに関しても、うん、
結局こいつ首が飛べば進撃になってくれるから、確かに攻めになりますもんね、うん、そう攻めの起点としても使いやすい、ワンチャン砦を取ってれば勝てるかもしれないし、そう、そういった意味で、まあ、10位入ってくるかなって感じ、まあ、でもマルチに関してはね正直微妙だと思うけど、まあ、ソロに関してはヒドラは個人的には結構ね強いかなって思ってます。なるほど、うん、じゃあそしたらじゃあ自分が続き、8、9、10について話していきたいと思うんですけど、はい、まあ、8位にミノガを入れました。まあミノガ入れた理由としては、うん、まあ、前回のブルガの緩和、一応緩和なんですけど、あのまだ回るんですけど、うん、まあ一応緩和されたのと、ブルガがまあ以前よりは減っている環境で、レドラキメラってクイーンビーって普通にミノガってきついじゃないですか。うん、きついね。ただブルドラとか、あと、まあ、ブラドラは出てこないけど、まあ、今回キャラ強いビーグランプリでブラドラが出てくる可能性があるのと、まあ、ブルドラ、ブラドラ、あとはあいつなんだっけ、出てこないキャラ名が、まあ、ノーンもそうだし、うん、あのそこら辺のキャラたちですね、あの情報されたりとかして結構あの今出てくるキャラに刺さることがある、うん、あと今、ね、キャラ強いビーグランプリでさらにバルガも出てくるじゃないですか、うん、そのバルガにも一応刺さるっちゃ刺さる、うん、っていう点で一応ミノガを放り込んではいるんですけど、うん、環境的に刺さらなかったらぶっちゃけ抜いてます。うん、まあそうだね、難しいところだよね、そうですね。でポセイドンとかもやれるんですよね、ミノガ一応、うん、触られずに殴れるんで、うん、それも結構いいなと思って順位には入れたんですけど、うん、まあ今の環境でギリギリなんとか持ちこたえてるけど安定するかどうかは何とも言えないかなっていう印象、うん、ミノガ自体下放されたわけじゃないんですけどね、あの、うん、万が一出てきてしまったブルガに回されちゃうのと、うん、まあ、今強いって言われてるレドラクイーンにやられちゃうのがちょっと重くて、うん、そこが不安定なんですけど、うん、それ以外に対して、まあ、地味にやれたりすることもあるんで、まあ、一応入れたかなって感じで、うん、なるほど、はい、なるほど。でまあ、9位のゴレ、まあ、ゴレに関してはまあ普通に鉄板かなって、まあ、レドラとかあのクイーンビーとか、まあ、スキル出なかったら話にならないですけど、まあ、ちゃんとスキル起点にして、うん、あの取り手前も荒らせるし、まあ、使いやすいなっていう印象、うん、まあ、基本的に何だろう、うん、あの空を見れるキャラをしっかり合わせてあげれば、まあ、だいぶ負けないかなって思ってるんですよ。確かに負けにくいよねこれ引いてるとね、はい、まあ、勝ちやすいかって言われたら何ともいないですけど、うん、まあ、負けづらいかなって思っているキャラで、うん、で大型環境じゃないですか、正直大型超強い、まあ、中型も強いキャラいますけど、大型が終わってしまった時にあの今の中型じゃ止めづらいんですよね、どうしても。確かに今きついね本当にね。そう、中型は中型を見てくれるけど大型はちょっと見づらいじゃないですか正直なところ、うんうん、ってなると大型を先に切ったら結構きついっていう環境の中で、これって後ろ気味で先に切っても別に問題ないからじゃないですか。うん、間違いないって考えると使いやすいなっていう、うん、迎撃としても使えるし、はい。でまあ10位のゼウス、まあ、前回情報されて、まあ、まだ足りないっていう方もいらっしゃったんですけど、個人的には結構満足している状態で、うん、まあ、今回ですね団子を振り終わって、で底力もある程度振ったんですけど、うん、だいぶ頑張ってくれるんですよ、まあ、攻撃回数アップによって、うん、まあ、スキル打てる可能性ももちろん上がってるわけで、で今ブレードラも流行ってる、で、うん、バルガがもうここから出てくるじゃないですか、キャラ強ピークランプ出てくる、うん、間違いなく出てくる、バルガ多いな本当に。でレドラもいけるし、うん、意外とですね上位のキャラに刺さってるんですよね、うん、確かに確かに。ゼウス使いやすいところってこれ中型を狩るのが仕事じゃないですか本来って。間違いない。でその中型を狩るのが仕事の中で耐久値が上がったおかげでキメラとか、まあ、ないし、うん、まあ、ポセイドンとか、まあ、クイーンとかもそうなんですけど重ねの土台でも使えるんですよ、うん、あで重ねて大型をほくって、でそれに合わせてくる相手の中型は、うん、お前出てきたらいかずつつくからなっていう脅迫、うん、3コス出しにくいもんね、ゼウスに出しづらいんですよね、うん、スキル打てばいいかもしれないけど出しづらかったりとか、爆落ちとかで合わせてきてもイカズチ2発で倒せるし、うん、うん、間違いない間違いない。そう、それもあったりとかして、で、まあ、じゃあちょっとイカズチ怖いから爆落ち1本だけ添えようかとか、中途半端なことしたら逆にこっち勝っちゃうし、うんうん、っていうのもあるので、まあ、結構使いやすいなと思って、ただ使いやすいけど、まあ、トップにはどうしても入れないので10位、まあ、10位には入れとこうかなっていう点ですね、うん、今回がこの、まあ、8位9位10位の、まあ、後ろの方ですねのキャラたちそれぞれの考えというわけで、で今回まあ7強だっていう話をして7本ねトップに入れてるんですが、まあ、ジミーさん今1位レドラ、2位クイーンビー、3位ブルガ、4位ブルドラってここまでであると思うんですけど、自分ですね正直ねこのレドラとクイーンを1位2位にしようかと思ったんですよ最初。いや迷うとこだよねこれ、マルチも混合だから、そうちょっとねもっと下げてもいいかなと思ったんだけど、でもやっぱレドラ強いもん今、はい、いや強いですね間違いない。で自分もレドラのガチソロやってる時はいつも固定にしますしリーダーで、うん、いや実際強いんですよ、うん、だからこいつ1位にしようかなって思ったんですよ、うん、思ったんですけど、まあいろいろ考えた結果、うん、今マルチは圧倒的にブルドラが流行りまくってるんですよね、強すぎて。流行ってるね流行ってる、マジで化け物 でソロでも強いですけど、うん、まあ、マルチがマジで化け物なんですよ、うん、特にマルチが強いよね本当にブルドラは。そうなんですよね。でもうとも何だろう、手に負えないぐらいの化け物のブルドラをボコボコにできるのがポセイドン、うんうんうん、でしかもそのポセイドンも出し方間違えなければ、まあ、クイーンビー、うん、今超強いって言われてるクイーンビーも、まあ、打ち殺せるし、うん、他の大型も倒せるし、
で中型なんか出したらもう終わりだし、もうまあポセイドンは足から必須なんですけど、うん、足と合わせたらもう砦を譲るしかないぐらい大型を最前線できるか二択ですからね。そうきついよね。特にさ、とフェアリーと合わせたポセイドンがマジ無理。あやばいっすね。死なないっすね。 あれ死なない。フェアリーかあと何かほらあの旗印のあプリンセス。そうこのね2個とねどっちかと組み合わさったポセイドンがマジで強いと思う。そう、まあ、そこら辺を込みで考えた結果今回はポセイドンを1位に繰り上げたんですけど、うん、今回ですねブルドラが重宝されてなければ、うん、正直レドラクイーンが1位でした。うん、まあそうだね、そうだね、そうなるよねきっとね。はい、でまあそんな感じでこの順位を作りました。まあ、5位のキメラ、まあ、キメラは別に裏でも強いですけどこれはもうアビキメラですね、うん、完全にアビキメラであってもまあ別にトップにはならないかな、強いけど、うん、間違いなく強くて弱い要素はそこまでないんだけど、まあ、トップになれない、まあ、その理由の一つとしては、まあ、まあブルドラに射程を取られてしまうのがまず1と、1番はクイーンビー、うん、間違いないね、はい、麻痺でもう終わってしまう。いやマジで無理なんですよ。マジで無理だと思う。あれいやでもまあ運ゲーなんですけど正直言ってしまえば、うん、運ゲーではあるんだけど運ゲーに負けてしまうともう無理なんですよね。積んじゃうんですよね。入らないことの方が多分少ないよねどっちかって言ったら。入ります、入ります、多分6割ぐらい入ると思う、うん、あれ6、7割ぐらい、かなり入るイメージあるもんね、はい、だあれはもう正直不利って考えていいんじゃないかなって思ってるんで、うんうん、そう正直ね、まあ、キメラも強いんですけど、まあ、どうしてもその積みの要素が出てきてしまっていて流行ってるキャラに対して。そうだね、まあ、強いけど、まあ、5位かなみたいな、それぐらいクイーンビーの出現率が今増えてますね、完全に。そう、あとキメラってなんかさ中型固定でやるときに使いにくいってのもあってちょっと5位にしたんだよね。あーなるほどですね。なんか大型未固定で例えばガールとかとさめちゃくちゃ相性いいじゃん、はい、キメラって。そうですね、特に今だったらブルガとか前だったらミノガとか。そうそうそう、うん、でもなんか他の流行りの中型と合わせたときに、まあ、やっぱ結局中型ってリーダーで使いたいし。そうですね、まあ、裏で使うってこと考えたりすると、まあ、1とかにはならないのかなって。リーダーキメラはもちろん強いんだけどね、うんうん、間違いないですね。まあ、でもこれぐらいが妥当なのかなっていうような感じはする。そうですね、まあ、最初に言ったようにあの7位までは本当にトップのトップって言われてもいいぐらい強いと思ってるんで、まあ、全然5位だからって1位と見劣りがあるかって言われたら別にそんなことではないですね、普通に強い。そうだね、はい、うん、まあ、使用率とかも全部込み込みで考えてると思うんで、まあ、そこら辺も全部含めてですね、うん、そうですね、はい。そして、まあ、ブルーが自分が6位で、ジミーさんが3位ですね、うん、まあ、これに関しては、まあ、自分は単純に、まあ、最近ソロではブルーが結構慣れてきてて、うん、まあ、それでも強いから固定するときあるんですけどね、レドラブルーガとかすげえ強いし、うん、安定するんで固定するんですけど、うん、まあ、ポセイドンも増えてきたっていうのも含めて今今回ですね、うん、6位にしてるんですけど、ただ今の現環境のキャラ強 B グランプリを考えるなら別にもっと上に上げてもいいかなとは思ってるんですよね、うん、あ、まあ確かに、まあ、バルがリリース出てくるじゃないですか、あそこら辺ぐるぐる回しちゃえばいい話なんで、うん、まあここら辺はまあ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 お好みなのかなっていう感じで。そうだね、あとね俺ここ3位にした理由っていうのが1個あって、はいはい、割と誰でも使いやすい。あそれは間違いないですね、しかも育てやすいですよね。育てやすい、そうメダルもやっぱかかんないし、うん、なんかある程度、まあ、こういう言い方したらいかんかもしれない、まあ、ちょっと適当に出したとしてもやっぱ仕事してくれる。あ間違いない。でもちろん慣れた人だったら簡単に対処されちゃうけど、うん、まあ、やっぱ一定数の、ね、仕事してくれるし、まあ、砦次第では、まあ、格上もね詰ます力あるかなと思ってるし。確かに、うん、だからまあ3位っていう感じ。わかりやすいですね、さすが有名実況者ジミーでございます。有名じゃないからね全然。何におっしゃいますか。でノームが2人とも7位ですね、まあ、うん、ノームが強い理由って説明しづらいと思うんですけど。そうだね、どうなんだろう、使う人によってめちゃくちゃ変わるもんね。そうなんですよね、まあ、そんなになんか普段使わないでうまく使えない人が使ったところでそこまで活躍できるキャラではないんだけど、うん、上手い人が使うとマジバケモンなんですよこのキャラって。マジバケモン。あとまあどっちかっていうと超ソロ向きっていう感じあるよね。あ、そうですね、まあ、マルチじゃないですね、まあ、マルチ使えないことはないけどマルチじゃないですね、うん、そうソロだけのランキングだったら、まあ、自分はちょ正直もうちょい上に上げてもいいかなっていうような感じだけど、うん、まあ、マルチとかも合わせたらまあ7位かなっていうようなね感じ。なるほど、使い方だと難しいっていうのもあるし、単純に瞬間火力、そしてまあスキル連発性能、まあ、うん、あとは耐久値ですね。うん、そうだね、硬いもん。硬いんすよね。硬い。こいつリーダーでスキル発動じゃなくて確か攻防 HP アップっすもんね。そうそうそう、それがやっぱ強いよね。うん、まあ、それに、うん、それもうまく噛み合ってて、そうアビさんのノームが本当にやばい。村でもまあ使えないことないですけど、アビさんがエグいっすねノームは。うん、エグい。本当それあのアビリティはね、本当当たりアビリティだよね。大型ですよね。大型の中で一番噛み合ってると思う、うん、性能に対して。うん。うん、やっぱ前線張れる大型でステアップっていうのはやっぱすごい強いなって思う。強いですね。レドラとかも本当ステアップでよかったっすね。あれが発動率アップだったらもう終わってましたね。間違いないね。間違いないね。レドラ本当にリーダー強いもんな。うん、そう、まあ、逆にクイーン B はあの、まあ、こいつはどっちでもよかったかなっていう感じはしますけど、まあ、こいつがすでにスキル連発する可能性があるから、うん、まあ、攻防 HP アップで長らく生き残ってもらって、うん、発動できるっていう点では正解だったのかな。そうだね、またクイーンは使いやすいよね、表でも、まあ、裏でも使いやすいし、うん、
裏クイーンって分かってなかったら結構もうやられちゃったりするもんね。わかります、それすげえ困るもん、弾けないもんな、クイーンアンチなんで。あ、この人クイーンかなって思ったらちょっとやっぱキャラ大方出しづらいし、出しづらい、まあ、だからこそのレドラも強いんでしょうね。そこでそうだね、困った時のクイーンに対処できる固定してるレッドドラゴン、うん、そうそう、後からまたされても別にレドラなら大丈夫だから、そう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 、麻痺無効なんで、そう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 、ヒドラもやっぱそういった理由でっていう、あーなるほどっすね、感じもある、うん、確かに麻痺無効っすからね、あいつも。そうだね、なるほど、なかなかそれがいい。そしたらまあこんな感じで今回ですね、まあ、上位のキャラについて話していきたい。で、まあ、8から10位もまあお好みでいて、まあ、そんなキャラたちがいる中で、うん、まあ、今大型正直まあ弱いキャラってそこまで多くはないと思うんですよ、まあ、それぞれ役割は持ててると思うんですけど、うん、その中でやっぱこのキャラきついよなって思うキャラなんかいます？自分も何体かいるんですけど、まあマザースパイダーは特にきついんじゃないかな。あー、なるほどですね、うん、正直引いたらやっぱもうシャッフルしちゃうもんね。あー、うん、あとなんだろうな、まあ、自分がね大型が4対5体ぐらい育ってなくて、はいはい、全く育ってないからその辺はやっぱ使えないと思ってるから、例えばオジハウとか、うん、まあ、あとまあロボとかはまあ普通にマルチは強いかもしれないけど、自分はちょっと使いにくそうだなと思ったから育成してないんだけど、うん、デス、デスも使いにくいな自分は。なるほどですね、うんうん、ですがね、ブルーガが出る前の環境超強かったんですけど、そう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 、出た瞬間終わりました。あいつさえなければね、です普通に活躍すると思うんだけど、そう、もう全部ブルガのせい、あれ本当にブルガってなんだかんだって一番出てくる気がするからね、いまだに、うん、うん、ちなみにあれですね、自分もほぼ同じですね。でも大体の思うことみんな同じだと思うんですけど、で過去から代々ちょっと使いづらいって言われてるキャラは変わらないんだなっていう印象。そうだね、そうだね。自分はクモじゃないですか。で、あとはまあ今まあレドラとかポセイドンに関して相手のキャラに後出しできるならば使えるんですけど、ブルガが多いって思われてる環境でどうしようもないキャラはイカかなって思ってて。ああそうだね、イカはね、そうだ、使いにくい。そもそもあのキャラって射程を生かして一方的に殴るのが仕事なのに、なぜかブルガの射程に噛み合って一方的にダメージを受けてしまうキャラであり、なぜか回されまくるっていうそれだよね、なんで回るんだろうね。あいつ、あいつだって回んなくても負けますよ。負けるね。なんなんだろうね、イカって。あれ回されて前に引っ張られるんですよ。うん、引っ張られる、引っ張られる、ね、終わりっすよね、あれ。すげえ使いにくい、ほんと。リリー、ナスもちょっと最近使いにくさはあったけど、ね、あ、自分もナス無理ですね。同じくナスは使いづらいなと思って、正直枠外、うん、ってか枠外で出しですし、うん、ランキングでほんと最底辺ですね。あ、ナス、クモ、イカ。うん、これはちょっと最低編ですわ。ブルガが苦手だけど一応イカよりは使いやすいっていう点でまだギリギリセーフ。あー、そうだね、ギリギリセーフだね。ただ対ブルガはちょっと重いですね。ただ今の環境バルガが多いってこと考えれば一応バルガには出せるけどみたいな、うん、ただバルガブルガだったらめんどくさいしみたいな、結局そこら辺なんですけど、うんうん、でまあロボはさっきジミーさん言ったように今ソロちょっと使いづらい。そうだね、一応役割は持ってるけどソロで使ったところで大型を倒せない可能性があったりとか、そう、中型で押し切られた場合にどうするかって話になってくるから。そうなんですよね、まず切れないし、ボックス弱いとね、そう、ボックス弱いと特にきついだろうね、うん、ロボは、まあ、やるなら本当にそれこそレドラリーダー裏ロボぐらいしか多分選択肢ないんじゃないかなって、うん、そんな気がする、うん、きつそう、ソロで使うのは。そうですね、まあそれか、うん、リザートを多くプラスロボとか、うん、迎撃プラスロボとか、まあでもそこまでしてロボを固定する必要があるかっていうとないんですけど。ないんだろうね、うん、マルチだったら全然いいんですけどね、固定して。マルチはねいいと思うんで、強いんだけど、うん、でしかも、まあ、メデューサに弱いですけど今ブルドラが流行り始めたわけで、うん、メデューが減るから、うん、あ、確かに確かに、またロボが刺さるんですけど、うん、ただ今のロボやばくて最近ですね、うん、まあ、サイレントは俺このゲーム信じてないんですよ、ないと思ってるんですけど、うんうん、ロボマジスキル打たないんですよマルチ。ああ、なんかあんま打ってくるイメージないよね。今までなんか5連発6連発当たり前やったのに、うん、最近なんか3回に1回打てばいい方ぐらい打たないんですよね、うん、ここのところもう何試合連続か分かんない、連発しないですね全く、うん、割となんかね打たんよね。打たないですね。うわ出された、ブルドラ死ぬかと思ったらもうブルドラ普通に勝っちゃう。そうそうそう、勝っちゃうんですよリーダーブルダー、うん、なんでそこら辺も考えるとちょっとなーって、ちょっと最近なんかロボ微妙だね、ブルドラにした方がいいんじゃね、うん、みたいな話もしたりとか。そうだね、まあ、それは分かる、うん、すごく。まあ、そこら辺ですね、まあ、イカ、クモ、まあ、オジハウ、ナス、デス、まあ、ロボ、うん、まあ、ロボはマルチは OK だけど、うん、ソロはちょっと中途半端。そう、まあ、特にクモかな個人的には。あ、うん、レドラとかだったらいいんだけど、相手がね。ああ、そうですね、クモがちょっと微妙な理由っていうとやっぱり火力っすか、うん、火力だし、コグモを出してるだけの時ってさ、はい、ただのスキルが走らないじゃんもう今。そうっすね、何もしないっすねあれ本当に今すごい強いスキルのキャラクター多いから、うん、この前ですね、クモでクイーンビー対マン勝ったんですよ、うん、
やば、そんなことあんの？あ、でもたまたま先に出てた小雲にクイーンが反応して、うん、雲に届いてなくて、あー、なるほど、でスローを連発しまくってみたいなことがあって、うん、でクイーンが近づけずみたいなことが1回だけあったんですけど、うんうん、でも1回だけだもんね。はい、他の時はクイーン差し込まれたら大体死にます、まあね、マジって終わりっす。あと親父とかも多いじゃん今。あー、多いっすね。爆王子のスキルの発射台なんすよね。そうなんすよね。そう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 、もう小雲出したらもう親父に爆弾投げられてさ、ブルガのね、ブルシオの発射台なんすよね。そう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 、かわいそうに一番の理由だと思う。なるほどな、うん、じゃあちょっと今雲だけ優先枠でオジハウイカ外したんですけど、雲も外しますね、うん、はい、外しましょう、外しましょう。ポセイドンが手に入ったらね、雲外してポセイドン入れるんですけど、まだ、ね、持ってないんで。そうそうそう、ポセイドン持ってないんだ。当たってないんですよね、もう。ブルガガチャ400連ぐらいして、うん、マジで。あれですよ、天井抜いて1体しか立ってなくて、いやポセイドンゼロっすね。え、まだ1体ブルガ。ブルガ1体っす。あ、天井含めて2体っすね。あ、天井含めて2体、俺と一緒だ、2体だ。そう、全然当たんなくて、血統値も揃ってないし、うん、なんかなって、マジで当たんないな今回と思って。血統値はチートだからな。いや、マジであのキャラ最強っすね、ニコス最強。はい、最強。まあそんな感じで今気づいたらもう20分以上話してるんですよね。10分ちょいで終わらせようかと思ったら20分話してるんで、はい、終わんないよね。終わんないですね、語ると、うん、話し出したら止まんない。そうなんですよ。まあじゃあそんな感じでジミーさん、今回はね、はい、ご出演ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。まあ参考になった方もいらっしゃると思うんですけど、大体は上位のプレイヤー、これ別に最初から話し合わせてるわけじゃなくて、一番最初に、うん、それ自分が思った10キャラを提出してくださいって話をして、うん、まあ、それぞれ提出して、うん、ああ7キャラまでやっぱ同じなんだっていう印象、うん、そうだねですね。はい、まあ大体そういうことですよ、要は。そう、大体思ってることは一緒だと思う、はい。まあもちろんクラスターによって何が苦手とかも違うかもしれないし、序盤の下の方のクラスでキャラあんまりいっぱい持ってなかったらこのキャラ止めらんないっていうキャラもいるとは思うんですけど、うん、まあゴッド1最上位のランカーが思う組み合わせというか、そのランキングトップ10、はい、こんな感じでした。こんな感じでした。はい、ジミーさん何か最後に一言ありますか？いや、ございませんよ、もう満足でございます。もう使い切った。ありがとうございます。はい、そしたらね、皆さんよかったら、ジミーさん概要欄にチャンネル貼ってますんでね、ぜひジミーさんのチャンネル登録の方お願いします。視聴回数がこれもし動画に2万いくならば2万人登録お願いします。あ、抜かれるわ、そしたら。いやいや、絶対いかないでしょ、絶対いかないでしょ。みんなで一気になだれ込みましょう。ジミーさんのチャンネルのトランジションにタイガから、タイガのチャンネルからこの動画から登録流れてきましたっていうので、ちょっと溢れさせてください。お願いします。ありがとうございます。お願いします。ぜひぜひ。僕のもお願いしますね。はい、ぜひぜひお願いします。はい、というわけで今回も皆さんご視聴ありがとうございました。またよかったらぜひご視聴ください。それではお疲れ様です。